どうもどうも、デブでーす。そしてこれが100万円でーす。はい、本日は2024年4月3日でして、週刊少年ジャンプ18号の読み切り、ジャンプショートフロンティア読み切り、山野英先生の隣のホームの感想を話そうかと思います。山野先生は、以前も読み切りを発表されておりいたのですが、今回は15ページの読み切りで登場です。隣のホームというだけありまして、電車の中が、舞台となっている、読み切りなんですが、受験票を落とした女子高生とそれを拾った芸人というのが登場人物でした。この芸人というのがちょっとしたことで、ネット上で炎上をしているという状態の芸人さんでして、まあ炎上というものが普通に出てくるのがもう現代の漫画なんだなぁなんて思ったりもしましたが、ただ落とし物を拾った落とし物を届けてあげるという内容なのかなと思ったんですが、その芸人の立場であるとか、あるいはこれから受験に向かう、女の子、そして、電車の向かっている向きなど、いろいろなものが短いページ数で、そしてただ落とし物を拾って届けてあげたというこの小さな物語の中で、複合的に描かれているのがとても良かったと思います。まあ受験生が受験に向かう方向、そして芸人が芸人を引退して辞めようと思っていた方向っていうのがまあ逆方向でして、受験生に落とし物を渡すために本来向かうべき実家とは逆方向の電車に乗った炎上芸人みたいな感じなんですけど、なんていうかその進学するための受験をするというのは未来に向かって前向きに進んでいくこと、芸人を廃業して実家に帰るというのは、まあ、一つのことをやめてしまう、まあ、受験とは真逆の引退といいますか、そういう悲しい方向であるわけですが、それが人を助けたことで自分も助けられたみたいな、なんというか15ページなのでストーリー自身はそんなに長くないですし、特にセリフやコマが詰め詰めということもないんですが、些細な朝の出来事、受験に向かう朝の出来事を描く中で様々な情緒が重なっている感じ、とても良かったと思います。なんでしょうね、こうすごくひねりが効いた設定というわけでも、すごい伏線が用意されているとかそういうわけでもなく、なんかあからさまなミスリードを誘ってるとかそういうこともなく、スルスルと読めて、非常にいい読み切りだなと思いました。私がなんとなく、読んでて予想したのは、電車内で、いろんな人が見ている中で炎上した芸人がいるわけで、その炎上した芸人が人助けしてるのを人前で行ってるわけですから、あいつ人助けてたぞみたいなのがネットで盛り上がるかななんていうことを、ネット上でその炎上とは逆の現象が起きるのかななんて思って読んでたんですが、そういうことは別になかったんですが、まあなかったからどうだったことはないんですが、私の予想が外れただけなんですが、まあ、なんだかんだ言いながら良かったと思います。はい、そんなジャンプショートフロンティア読み切りの感想でした。漫画で描けること、15ページで描けることってのはこんなにもあるんだなっていうのを改めて思い知らされました。以上です。とても面白かったです。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。